あ、そう、リモート授業めちゃくちゃあるじゃん。リモート授業始まって気づいたメリットってある？家で授業受けられるからさ、なか会社とか仕事とか学校行く時間っていうのを気にしなくていいっていうのはメリットではあるけれども、ほぼない。サボれる。そう、移動時間がいらんところメリットですよね。いや、めちゃくちゃ移動時間とかさ、めんどくさいじゃんか。それがなくなったのと、そう、昼休み布団で寝られるの強いよな。俺さ、リモート授業の昼休みの時にさ、俺シャワー入ったんですよね。感覚バグっちゃったよね。なんで俺は授業の昼休みにシャワー入ってんだみたいな。なんか貴族みたいな気持ちになっちゃった。まあ寝ながら受けてる。どうなの？パジャマで仕事してお菓子食べられると。なんかさ、たまに見るんだけど、まあ、リモート授業受けてるじゃんか。じゃあ周りの姿も見えるんですよ。まあ、そんなでかくはしてないんだけど、なんかさ、上だけだちゃんとした服着てる人がいるんだよね。だから授業受けててさ、なんか癖で膝立てちゃうんだよ。まあ、膝立てて授業聞いてるんだろうけど、パジャマ見えるんだよね。そう、上だけしっかりしてて下適当だなこいつだと思って、そういうの見えるところちょっと面白いよな。いや、パンツではなかった、パジャマだった。なんかめちゃカラフルなのつけてた。上だけスーツの人とかいる。だから上スーツ着ててさ、パンイチの人もいるかもしんないよね。あ、じゃあ昼休みだから、じゃあみんなこのまま休憩、じゃあ飯も食ってきていいよって、あ、じゃあ行ってきますって立った瞬間パンイチだったりとかするんでしょ。うっかりして。ちょっとあれですよね。立って移動した即バレのやつと、やっぱなんか集中してるから忘れちゃうよね。なくんちゃんどうしてる？いや、普通に着替えてるよね。私服に着替えて普通に授業受けてるから。今この格好だよね。ガクンちゃんと下を着てる。当たり前でしょ。そう、それはなんか新手のなんかだぞそれ。ちなみになんだったらちょっとカメラワークちょっと変えるけど、あれだからね、これもう腕組んでるからね。俺は腕組んでるからね。腕組んで、いや、話してるからね。なんなら下なんか中指立てたりとかする可能性だってあるからね、仕事中ね。あ、仕事真面目にしてんなと思ったら上司に向かって中指ダブルで立ってるってこともありえるからね。クソ上司がっつって。まあ、バイトではリモートないからやってないんだけど。クソ上司もいないし。